はい、どうも皆さんこんにちは。新たです。新たのダンススクールやってまいりました、ヤントルですね。さあ今回ですね、インスタグラムの方で募集させていただきましたパーミッショントゥーダンスオンステージですね、こちらのステージの中で何かこう、良かったな、とりわけこれお気に入りだなみたいなシーンございますかという質問をですね、7000名の方にさせていただいたというところです。まあ7000人っていうのは僕のインスタグラムのフォロワー数ですね。実は僕インスタグラムもやってるところがありまして、あんまりね、なんでしょうね、綺麗な写真とか、その綺麗なご飯とかを食べてない、綺麗な写真、なんかそういうね、なんかね、インスタ映えする的な、その、ものをあんま食べたりとか撮ったりとかしてないっていうのもあって、あんまりこうフルで活用してなかったんですけども、最近ですね、こういうふうに質問を皆様に投げかけていて、皆様のそのご意見というものをですね、実際にこう発表していくっていうところをやってるところがありますので、まぁ今回ですね、7000人という、まぁ約7000人なんですけど、7000何百何人なんですけども、そちらの方たちに聞かせていただいた、パーミッショントゥーダンスオンステージの感想でございまして、非常にね、たくさんいただきました。もうすごい量いただいてるんですけど、その中から、こうね、代表的なものを抜粋させていただいたというところでございます。行きましょうかね。サウンドチェックのお話がありました。サウンドチェックで、〇〇番大丈夫ですの本業してる感にキュンキュンしましたというところで、これはもう僕もね、めちゃめちゃ感じました。私服でサウンドチェックしながら、あってやってるところが、その、やっぱ、お仕事ですよね。BTS でメンバーの方たちの、本業、これが彼らの仕事なんだよねっていうところがちょっとわかるというか、ステージに立つやっぱアイドルとしての僕らにその非現実的なその夢を見せてくれるわけじゃないですか。ただ、その衣装とかね、着てない中での私服の状態ってあれ、現実世界っていうところの、まあ、現実世界でもめちゃめちゃかっこいいんですけどね、っていうところが、見れたサウンドチェック。あれはね、僕もね、こう、キュンキュンしましたね。20分っていう時間がね、濃密だったと思います。はい。次ですね、スプリングデイでみんながメイン、サブステージ、移動するときに一人残るテテを見つめる大先生の眼差しに泣いた。これね結構多かったんですよ。テテちゃんを、まあ、今回テテちゃんが椅子に座ってとかちょっと移動で一人時間がかかってとかっていう風になったところの目線、テテちゃんに対するメンバーの人たちのアプローチっていうものがやっぱ良かったよねというか、そこになんかキュンキュンというよりももはや涙する人が多いです。今回ですね、涙が流れたりとか、まあ、あとね、なんですかね、流血してる人ももう、話が止まんないみたいな人もいたりとかしていて、血と汗と涙が本当にすごい皆さん垂れ流しになってるっていうのがよくわかりましたね。はい。次ですね。最後にパーミッショントゥーダンスで、テテがみんなと手話ダンスで合流できたのにも涙しましたということで、こちらでは涙が出てますけれども、バイテテペンということで、やっぱ最初ね、テテちゃんがやっぱ一人で、あと他のメンバーの人たちっていう風になってたところで、あ、今日はなんかそのみんなが一緒になる瞬間ってそうか見れないのか、まあ確かにそうだよなとかって思ってた部分もありましたが、最後の最後でやっぱりパーミッショントゥーダンスでみんなでこうなるで良かったなって思ったんですよ。やっぱりその怪我をした状態でもできるダンス、要するみんながこう踊りやすい、どういう状況の方でもなるべくこう参加して、加わってみんなで踊ることができるダンスだよねっていうのが今回のステージで証明されたわけですよね、こういう形でね。だからまあなんか言い方なんですけど、テテちゃんの怪我っていうものもちゃんとこうなんか演出に結果的につながっていたというか、グッときたですよ、あれは。結構ね。はい。で、次ですね。ジン君の投げキスと最後の大先生がステージに行かないとテテちゃんを気にかけていたところということで、ここもね、ありましたね。その、テテちゃんが、っていうところに対して大先生が気をかけてたよ。みたいなね。このね。ジン君のね、投げキスもね。はい。で、次行きましょう。オチョラゴ、これめちゃくちゃ多かったです。オチョラゴ、もうその、グクちゃんのソーワットがもうやっぱやばかった。あれはもうすごかったっていうコメントがね、何百何千来てるっていう状況でございまして、いや、そうよね。思い返してみても、やっぱり、SNS 上でも共通して皆さんがやばかったっていうのが、やっぱオチョラゴだったような気がするのよね。はい、次。はい、からのですね、ダイナマイトからバターへのつなぎ。これもすごく多かったです。結局、ダンスブレイクのパートもありつつ、まあ、名曲がですね、もうその昨年の名曲、そして今年の名曲っていう、このメドレー形式、真ん中に挟んでいただくところと、そのイントロの入りの部分とっていう、すべてが、これだけでもないんですけど、イントロの入り、フェイクラブのイントロとか、I20 の、イントロの部分とか、すっごくやっぱ、
ワクワクしながら、え、次来る、これ来る、来たみたいな、あのつなぎがやっぱりたまらんと。ダイナマイトからバターへのつなぎって言ってる人が多分今回一番多かったかな。で、次が多分、ソーワットのグクちゃんみたいな感じだったかなっていう感じですね。で、次ですね、ブルー&グレイからブラックスワンへのつなぎ。これも多かった。ブラックスワンの冒頭は美しすぎましたということで、ブラックスワンやばかったっていう声が、ベスト、今度トップ3が第3位に多分入ると思います。そのぐらい、ここも印象的でしたね。良かったんですよね。ブルーグレイのちょっとこう、こうエモい雰囲気からそのエモさを少し前に進めてブラックスワンになっていくって、しかもこのブルー、グレー、そしてブラックっていう風にだんだん色味がこう黒に近づいていく感じとかもやばいですね。色味のね、あ、これありますね。え、ジン君のまさかということでね、日本語でまさかと。で、インスタツイッターの方で見たのは、過去のライブでジン君が日本のツアーの時だったかなに、まさかっていうワードを使っていて、そこと今回のまさかが一致したみたいなお話とか、イヤモニのお話もありましたね。ちょっと後ほど出てくるかな。やたらメンバーが舞台袖などで靴紐を結んでいたのはツボでしたと。大先生とかね、ナムさんとか結構靴紐を結ぶシーンが多かったですね。これもね、ジョクジョクいただいていたコメントになりますね。はい。で、次。ユンギのビジュアルがずっと最高に良かった。これ、改めてなんですけど、なんかシュガちゃんのビジュアルがやばかったというふうにシュガチャンペンの方からいただいてるコメントも結構根強くて、あ、確かにそうなのかみたいな、そのファンの方たちがわかるならではの、え、今日のなんかビジュアルやばくないみたいなところなのかなっていうふうに、これね、シュガちゃんのファンの方たち多かったです、コメントが。はい、次ですね。I Need You と Save Me のイントロのマッシュアップということで、これやっぱつなぎですよね。イントロの部分のこれはね、やっぱかっこよかった。そう、I Need You とね、Save Me、 あーっていうね、あー、かっこいいからの、あー、Save Me、あーですね。このやっぱ久しぶりに聞けた、あ、セーブミーとかね、良かったですね。 I20 とかね。次ですね。バスに乗ってるシーンでジンさんが一瞬寝てたところですと。ジン君寝てたんだよ。これちょっとね、あ、いろいろ見てたんで、あのバスというか、あの、そうか、バスか、上でねやってるやつですよね。あ、なるほどね、寝てたのね、ジン君みたいなね。はい、次。パーミッショントゥーダンス来るでしょうという流れでエアプレイが来たっていうね。これは結構思った方多いんじゃないかな。僕も、ってことは、なー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 な、来る来るって思ったら、まさかのゴリゴリが来るんで、その、なんです、不意打ちな感じにやられるというか。まあでも冷静に考えるとね、パーミッショントゥーダンスは最後にやる系だよなとかって思いつつも、流れ的には来るだったじゃないですか、あれ。っていうところでね、多分そこのギャップにやられて、打ち抜かれた人も多いんじゃないかなっていうふうに思うところですね。次ですね。ペプセのナムさん、今世紀一番エロかった。いや、確かにそのシルバースプーン見ていて、ナムさんがやっぱね、どんどんベリーショートになっていくもんだから、ガタイの良さ、そして顔の小ささ、頭の小ささが極まってきてて、むちゃくちゃセクシーになってる感じはね、確かに分かったんですよ。汗もほとばしる中で。これ、結構コアな方ですね。はい。次、スプリングデイのテヘの首元に一輪の桜が咲いてました。これも結構ツイッターでもトレンドというか、コメント多かったところになりますけれども、震えたと。春は近いと。あれ刺繍っていうわけじゃないですかね。入れ墨を実際に彫ったというよりかは、多分メイクでつけたものなんですよね。っていうところで、桜が一輪首元に咲いていた。なんかそのスプリングデイを選ばれたっていうところもそうですし、そういうワンポイントですよね、つけてくださっていたっていうところまで含めて、ファンの方たちにっていうやっぱ意識がすごく強いんだなっていうのを感じた次第でございますかね。はい。ステイの時に4人が下からグクをスター扱いして林立てていた時が可愛かったです。みんなでわースターみたいにやってたところですよね。なんかわちゃわちゃ感というかね、良かったですよね、でもね。はい。曲の終わりに本捨てに戻る途中、一人ゆっくり来ていたテテを迎えに行くグクです。ということで、ここもですね、テテちゃんに対するアプローチで、今度はグクちゃんの、その迎えに行く姿。みんながそれぞれやっぱ一人一人こう、ありましたよね。テテちゃんに対する優しさみたいな。はい。で、次ですね。フェイクラブのグクちゃんのお腹チラ見せです。鼻血出ましたということで、はい、出ましたね。流血でございますけれども、これも多かったです。グクちゃんの腹チラ、チラというかもうずっと腹が出てるみたいな状態とか、うん、あとその胸チラとかね、ジミンちゃんの胸チラも多かったです。もう気が気じゃないというかね、見ちゃいけない
ものというか積極的に見ちゃいけないんだろうけど、体は前のめりみたいな状況が多かったんじゃないでしょうか、皆さん。はい。はい、で次ですね。日本のファンベースの方たちが2018年に、あ、これだ。ジン君にプレゼントしたイヤモニが復活していたことに感動しましたって。これそうなんですね。2018年に、ファンの方たちがプレゼントしたイヤモニがあると。で、それが、今回のステージの中で使われていたというお話だったので、ほえーと、これはちょっとね、びっくりしたので、ピックアップさせていただいたところでございます。嬉しいですね、こういうのはね。次、ライフゴーズオンの時に、ホビ、ジン君、ジョングクが何かを指してずっと笑ってたところ。これね、僕も気になりましたね。後ろの方でなんか、って言いながらゲラゲラ笑ってたの、あれは何だろうね、みたいな。でも、ああいうその場でなんか面白いことあったんだなっていうのを見て、何がかはわかんないけど、こっちまで笑顔になるみたいなのが、やっぱこう、ライブの楽しみというか、完全に身内の中でできるからこそ、湧き起こってくる笑い、面白い部分、うん、彼らがそう、伸び伸び笑顔になれる瞬間っていうのはありますよね。はい。次ですね。これがラストかな。ジン君がアンコール、緑のリボンつけて出てきたところ、これも多かったですね。プレゼントやでって言ってこうね、結んでこう、ひゃっていう風に出てくるところとか。可愛かったですね。なんか歌いいな、エモいなってなんかこうグッと込み上げてくるものありつつ、ジン君パッと映った時にジン君っていう風になる、それジン君な感じ。よかったなってところですかね。はい、という感じでいかがでしたでしょうか、ということで、もっともっとコアなお話とかもいろいろあったんですけど、もうこれ上げまくるとキリがないんで、本当にね、こんなに来てるところがあるんで、とりわけ多かったものを今回抜粋させていただいたというところでございます。本当にもう最高のステージでしたね。はい、ということでぜひまたインスタグラムの方でなんかこうもうね、ミュージックビデオの感想とかも普通にやっぱ聞きたいところがあるので、そちらも合わせてね、今回は、ご紹介今後ねさせていただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。